このムサーカリフォルニアゴールドはまあ山で育っていた頃生 <laughs> き埋めみたいな状態になって大変なストレスを受けた苗だったと思うんですがその後現在のナムワ畑の北側の垣根手前に 持ってきてき植えたらまあ、子株を結構出したので子株を掘り上げて何本か出品したんですねその後子株が出るのが停止期間に入って親株自体の成長も非常に緩慢だったんですね。 そうして、本年の1月には、関節、2日間の関節を経験して、それから、雨の多い春、一休みした後、梅雨の中後半からは、まあ、こんなに雨が降った、 梅雨、もうそうそうなかったなと思ってたら梅雨明け後の1ヶ月以上の干ばつ向こう干ばつが続いてまるっきり成長しなくなってもちろん出世用がなかったんですね。これはダメかなと思っていたたんですねそうしたら かん長い干ばつのあと今度は雨雨雨の日々で <laughs> それで出をし始めてここに見えるような枚数の葉っぱが出ているんですね先っ5分の2ぐらいは用心カットしてこのサンルーフにですね持ち込んだんですそして現在は 合計4 0トルの不織布ポットの下の方はほとんど落ち葉です。にあとでちょんのほんのちょっと土を入れてそうして小株を残してきて小株はまあまあ立派なのが2本と出てきたばっかしのが1本残って残してきたんです。 お前はいつ、どこでやってきたんかね。残ってたんじゃなく、こっちに来てからひっついたんでしょうね。まあ、休んでてください。それと、この親株を掘り上げた時にですね、バキッという音がして、地中でもう一本水芽が形成されていたので、 まあそれは掘り上げるつもりじゃなくて掘り上がってしまったんです <laughs> で親と外れてたんです根は結構ついてたのでいけるだろうと思って小さな白い不織布ポットに植えてあるんですねですからこれで子株は4本あるんですで問題はこの親株の神経が たくさんの子株を、これまでたくさんの子株を出してくれたのでさほど養分を蓄積していないと思うんですよね。それでここに持ち込んだのは3段だけの血実なんです。これが靴べら葉ですね。 それでも時期が悪かったですからどれぐらい肥大してくれる歌詞が肥大してくれるのかわからないんですよね。場合によっては1段だけにしてまあ味見する程度の方がいいかなとも思ってるんですね。現在の3段の3段目は小さい菓子ですからこれらは。 まあカットして2段か1段ぐらいにしておく方がマシじゃないかなとは思ってるんですねはいはい正面を向いたのでプリティギャルなのかハンサムボーイなのか知りませんが撮影しましたからね たくさんの人たちに見てももららえるからもうい,いだろう <laughs> ということでまあこれから寒くなってきますからせめて葉っぱをカットした状態でこのサンルーフ内にですね他の植物と一緒にいてもらって何がしかでも。 まあ、正味できればなと思ってるんですね。まあ、あとは次の子株。に良好な収穫を託すより他ないと思っています。